角ヘアだった、バンビちゃん、鹿みたいな、なんかでかいでかい角が2本生えてて、ああ鹿、お鹿だと思って、ああバンビちゃんだと思いながら見てました。可愛かった。だから MC 本当になんかサムネイルっていうか、なんかなんだろう、劇場公演っていうか、なんかチームっていいなって。いや今日の公演はすごい本当に雰囲気が良くて、ファンの方もすごい盛り上がってくださって、すごい、あーチームってこういうとこがチームっていいよねと思ってさ。楽しかったです。そうオンデマも、現地で見てた方もぜひオンデマンド見てください。そうカメラマンさんもなんかいい感じに撮影してくださってたみたい。違うっていうか、まずオープニング4曲するじゃん。で自己紹介でさ、どんどんみんなさ楽屋に戻っていくんだけどさ、そのオープニング4曲の間に、その今日担当してくださってたヘアメイクさんとか衣装さんとかがみんななんかツインテールとかなんかいっぱい、なんかいろんな可愛い髪型をしててびっくりした。なんかツインテール、高めツインのなんかそれぞれ三つ編み2本ずつみたいなとか、なんか4つみたいな、わかります？4つのツイン。でも公演終わった時になんか6個になってたんだけど、そうなんかスタッフさんたちが皆さん楽しんでいらっしゃいましたね。そうです、カメラマンさんの撮り方とかもそうだけど、なんか大人がっていうかさ、このガチのプロがふざけるのって本当にいいよね。いや、お仕事は真面目にしてるんだけど、そうなんかガチの本当にさ、普段支えてくださってるスタッフさんたちがこうふざけるみたいな、いいなと思って。待って、私今日の集合写真絶対もらってくるの忘れたでしょ。うわー悲しいかも。持ってきたっけ、持ってきてない。いや、ワンチャンマネージャーさん、マネージャーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、でも、あ、ワンチャンお疲れ様です。集合写真着きました。ないとこ、ビエー、モモンガの泣きスタンプ送っといた。カイくん金魚ありがとう。ノブさんもハートありがとう。そう、スタッフさんも皆さんノリノリで楽しんでいました。今日の秋葉原のドンキホーテ8階、みんな楽しんでいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、かわいいよね、本当に。だからみんなも表情管理強要されてて笑った。あ、そう、冷たいお水もらってきた。やばい、リュックの中びしょびしょ。そう、スタッフさんともね、最後、スタッフさんっていうか、あ、そうそう、スタッフさんともみんな、あの、公演終わりに写真撮ったんです、楽屋で。あ、そう、あと今日の衣装さんが、お誕生日だったんですよ。おめでとうございます。うめぇ。激うめぇ。ファンの人の表情管理ってどういうことだって。それはぜひオンデマンドを見てください。え、すごい、 AKB もここまで来たかと思って、ハイレベルと思って、求められるレベルが高いなと思って。みんなもちゃんとプロ意識を持って劇場公演見に来てください。これからはおもろだった。え、でもさ、私のなんかね、ちょうど、え、てかやばい、もう Hulu の配信あと3日しか見れないんだって。やばくね、やばくね、あと3日しか見れないって。あとみんな1日1回見たとしてもあと3回は見れるからいっぱい見てね。そう、それで、そう、自己紹介のお題が、そのコンサートあと3日間配信見れるから、その見どころどこですかみたいな感じで、そう、私もいろいろ喋って、他のメンバーさんとかも、その私が昨日、あ、見ました、みんな YouTube 見ました。私今インスタのストーリーに上げるのめっちゃ忘れてたんだよな、忘れてたんですよね。そう、私は昨日は755に気を取られてて、全然インスタとかにも何者、ツイッターにしか
ツイッターにしかあれだ。そう、え、まだ3巻しか見てないのに、だって少なすぎるよ。少なすぎるよ。まだ見てない。だってまだ見てないじゃなくて買う気ないでしょそれ。まだ見てないじゃなくて買う気ないでしょ。よかったら見てない。昨日見ました。ゴチ。え、4のコンサートと17期ちゃんのコンサート毎日見てる。すごい。あ、そう、みんな T シャツも当たるかもなので皆さんぜひ申し込んでみてください。初見ガオーだって。ガオーさん、初見さん、コメントありがとうございます。そう、私の YouTube、 え、昨日の動画でもめっちゃいい動画だったくない？すごいいい動画だったなと思って。そう、でも今日、そう、あやみんちゃんに会った時に、そう、昨日の動画すごい良かった、めっちゃ感動したみたいな言ってくださって、あやみんちゃん好き。そう、それで、そう、他のメンバーさんとかも、そう、なんかオメガさんとかも、そう、見てくださったみたいで、そう、MC で喋っててくださって嬉しかったです。ありがとうございます。あ、Hulu だよ。あ、それは見た。 YouTube が見てないんだったら YouTube はいつでもいいよ。いや、なるはやだと嬉しいけど、すごいいい動画だよね。すごいいい動画だったよね。あ、裏であんな緊張してるの意外でした。え、そう、本当に AKB 入って一番レベルで緊張した。本当にびっくり。トップの T シャツ野郎さんだ、かわいい。ありがとうございます。私の見どころ、あ、でもあのガチャガチャのくだりとかも意外と好きかも。ガチャガチャって1回いくらですかみたいな、1000円みたいな、あのくだり結構好きだった。ビビった、マジかと思って、え、1000円と思って。私、あ、そう、インスタにあやみんちゃんとの写真を載せようか思ってあやみんちゃんかわいい、やみんちゃんがいっちゃんかわいいよ、ほんとに。写真。あれ、どの写真を載せようと思ったんだっけ、わからなくなってしまった。ピエン。あ、17期、あ、17人姉妹練習してるシーン好きだって。え、マジ？意外と真面目だなって。意外とただ真面目だなって思いました。そうなんですよ、実は真面目なんだぞ。あ、でもそう、17人姉妹さ、音源使えたのすごい良かった。なんかそのファンの皆さんのさ、なんか笑い声とかさ、うわー、愛ちゃん出てきた時のうわーみたいな、すごい、そう、ちゃんと使えたから、すごい、そう、音源使えてよかったなーと思って。秋葉原駅にちいかわのガチャガチャたくさんあったから、時計とアクスタで1000円使ってしまった。だってガチャガチャで1000円、あ、ガチャガチャで、いや大丈夫、ガチャガチャってそういうもん。え、でもやばい、え、モモンガ、え、待って、明日島村じゃね、明日私島村、マジの、あの、行かないといけないよね。やばい。え、そう、モモンガのグッズいっぱい、え、ほんと、ちょ、私ネットで買おうかな。ネットで、なんかさ、見かけ、なんかさ、普通に世の中のさ、ちいかわのショップとかでさ、見ないものもあるじゃん。その、何、山城屋とかでも売ってないようなやつとかもあるじゃん。ちょっと、なんか、モモンガのライトとか、めっちゃいい。かわいい、ほんとに。あ、ひゆかちゃんが動画向きの動きとコメントしてくれててナイスだった。ね、ひゆかちゃんすごいよ、すごいよかったよね。その、緊張してる先輩ダサみたいな、すごいなんかずっとニコニコ、あー YouTube ですかみたいな、楽しみましょうねみたいな、
すごい気も座ってるわと思ってかっこいいなと思って。GU のやつ、 GU のやつもう買わないといけない。明日はもう開店時間に島村駆け込む、買えんかったらすまんだって。え、明日だよね。なんかモモンガのさ枕カバーとか出るんだよね。絶対欲しい、絶対欲しい。だって私キティちゃん使ってんだよキティちゃん小学生ぐらいからずっと使ってるキティちゃんなんだぜ。偉くね、偉くね、ついにキティちゃんから、ついにキティちゃんからモモンガに。ありがとう、ありがとうキティ。プントさんも花火ありがとう、ありがとうございます。これからもきょんちゃんに AKB の舞台裏撮ってほしいだって。え、私が撮ったらめっちゃいい動画になるけど私が撮ったらめっちゃいい動画になるけど。ま、待って、どこまでがあれかちょっとわからないな。インスタのストーリーをちょっと投稿させてけろ。え、お母さんマックのハッピーセット買ったらしい。え、マジ私のためにななわけ。え、最近ちいかわのハンカチ買ってから QOL 爆上がりです。いいね、人生盛り上げていきましょう。いい動画になるならお願いしたい。だってやっぱさ、そのやっぱメンバーだから、まあ元メンバーだから撮れるみたいなのあるじゃない。でも実際、まあ実際そうだよね。私も一応なんだろう、なんかスタッフさんが喋るのと私と喋るのとじゃまた多分喋ってくれる内容とかも違うだろうし、多分聞く内容も違うだろうしみたいな、それはある。お金もらっちゃおうかな、株式会社 DH さんにお金もらっちゃおうかな。だからドキュメント部、株式会社 DH ドキュメント部。え、でも DH はもういいよいや私は DH いい事務所ですそう、月見、え、違う、私さ、どっかの、どこだっけ、え、なんとか、月見フォカッチャ、月見フォカッチャ、月見フォカッチャが食べたくて、去年食べれなくてさ、いや、今年こそ、食べたい。ムネイル、コーメン。ありがとう。ありがとうございました。あつしさん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。え、だから、卒業して DH 出るのに、また DH 入ってくるのがってことね。別に外部の会社。外部の会社で DH さんと取引だったら、OK です。OK です。変わらんくねって感じだけど。サムネイル公演、ありがとうございました。写真がちょっと、ちょっと騒げちゃおう。かわいい。あやみんちゃんは羊なの、かわいい、めちゃかわいあ、写真見返してみたらモスのフォカッチャちょうど1年前でしたね。あれ一番美味しそうだよね。この何、このっていうかさ、この何、秋、その月見バーガーとかのその辺のさ、あのあれの中でさ一番か、あの美味しそうだと思うんだけど。あやみんちゃんは羊、俺は犬。あら、あらかわいい、あら、あらかわいい。黄色にしよう。え、月見フォカッチャ、月見フォカッチャ、ハードル上がりすぎてたせいか自分的にはちょっとね、月見フォカッチャ本当。でもレベル上げ、何、期待しすぎちゃうのってスタバだよね。スタバってめっちゃ期待しちゃうよね。飲んでみて、おや、これがこの飲み物を世の中の人は大絶賛しているのか、はにゃってなるよね、スタバって。でも期待しちゃうよね。でもさ、ハッピーセットに期待するって、
ハッピーセットってそんないいあれだったっけ、わかんないけど。何フォカッチャ、フォカッチャにってことかな。え、最近スタバハマってるだって。マーディ、おすすめカスタム開発したら教えて。おすすめカスタム。ああ、もうこれ最悪。怒らない。9月か。え、てかでも実際9月ってみんなどう思います？どう思います？実際9月ってやばい。だって私10日にもう卒業公演だよ。やばいよな、もうだって卒業する月になっちゃったもんね。なっちゃったじゃんね。分かった、これ私の指が太いから、指が太いのが良くないってこと？いや、それはちょっと厳しいな、そんなこと言われても。そんなこと言われてもね、無理なもんはね、無理じゃんね。最悪。アイスカフェラテのベンティ安定だって。いや、毎回ホワイトモカなんだよね、やっぱり。どうしてもホワイトモカに飲んじゃうんですよね。でもその新作のそのフラペチーノとかあったら、おう、これちょうどじゃんみたいな、ちょうど巡り合ったわみたいな感じであれなんだけど、基本ホワイトモカとかなんだよね。でも私にはチケットもあるし、あのなんかこれまでの貯めてあるなんかあれもあるので、いっぱい今年は飲んでいきたいと思います。ちょっともう妥協しよう。ちょっとめんどくさくなってきた。調整するの。オッケー。あやみんちゃん、どーこだ。あやみん。長友。あ、出てきた。かわいい。できた。やった、ストーリーに投稿しました。わーい、わいわい。おだおじさん、くまありがとう。かずしんさんもレインボースターありがとうございます。あ、あやみんちゃん配信中だったら私の通知がいったかもしれない。いててててて。あ、すごい傾いてる。よし、そんな感じで今日の公演はいい感じだった。え、ね、今日の公演の、わかんない、見てた人いるかわかんないけど、今日のあのあれ、あの曲すっごい良かったと思うんだけど、あの中盤の1曲目、え、めっちゃ良かったくない？誰が私を泣かせた、誰が私を泣かせた、めっちゃ良かったよね。うん、ね、全体的にとかじゃなくて、その私の表現が私の表現結構良かった。表情めっちゃ良かった。え、ね、だよねとか言って、褒められたがり。かずやさん、花火ありがとう。もう、まあ、AKB やめたらもう褒められることなんてないじゃないですか。甘やかされないからさ。AKB にいる間にみんないっぱい褒めてくれや。あと10日しかないけど。よかったんですだって、嬉しい。あ、めっちゃ良かっただって。でしょ。勘違いしちゃうよってすごい良かったよね。勘違いしちゃうよって。でもあの歌詞すごいいい歌詞だよね。誰が私を泣かせたってすごい。いや、木本先生本当にすごいなと思って。早くオンデマ見たい。え、そう、今日のオンデマはその全部見てください。あの全部、その曲も MC も全部飛ばさないで見てほしいかも。今日の公演すごい良かった。びっくりしちゃった。こんな楽しい公演あるんだって、あるんだってなっちゃった。なんか、いや、生誕祭とかでさ、なんか盛り上がってて楽しいなとかあるけど、普通の公演で
こんな盛り上がるの結構珍しいかもと思ってすごい嬉しかった。ありがとうございました。みんな見てね、オンデマ。あ、公務員って行けたから明日もお仕事頑張れる。頑張ってね、応援してる。私も結構やんなきゃいけないこといっぱいやって、マジでてんやわんやって感じで頑張ります。皆さん頑張りましょう。島村のちいかわ戦争も頑張りましょう。え、何時オープンなんだろう島村。わからないけど、あ、10日はきょんちゃんに泣かされちゃうのかな。だってみんなあれなんじゃないの、おばあちゃんから泣くんじゃないの、わかんない。月中とか、え、でもだって月中とかもさ、もうだって劇場のステージで踊るのとかも最後、全部の曲最後だよ、もう全部。だから私も、ああもうこの曲最後なんだって踊りながらやることになるよねっていう感じ。あ、そうだ、卒業セレクションもアップされたし、見るものありすぎ。あ、そうだ、卒業セレクションは7個か8個か8個か公演選びました。よかったらみんな見てみて。なんかでもあんま、なんかちゃんと、なんかこれこれこういう理由で選びました、どこどこどういうあれでおすすめですみたいな、なんかあんまちゃんと書いてないけど、なんとなく本当に適当になんかなんとかですやろうみたいなそんなんじゃないんだけど、なんかちょっと短い文章だったんだけど、でも本当になんか私のこの5年半のまあポイントポイントで、まあこれ、まあこれさえ見とけばではないけどこれでもあれ全部見てくれたら卒業公演とかはすごいなんか、うわーよかったねみたいな、よかったねってなると思う。その20歳の生誕祭とかさ、そのやっぱ節目の母親からお手紙もらえたやつとかさ、この前の生誕祭とか、いろんな、じゃ千秋楽とかなんかの多分初日、あれ修行中の初日って選べましたっけ、調整、あれ選んだっけ、でも選んだ気がする、忘れちゃったけど、いろんな、そう、でも本当になんかこう、もう全部見てくれたらいいかなと思って。あ、そう、僕夏はね、あれ私の僕夏初日だったんですよ。そう、たまたま同期多かった、なんかマホピョンもいるし、ハータンもいるしみたいな感じだった。あ、結構同期いるなと思って、そう、僕夏も結構回数少なかった、本当に数回だったんだけど、まあ、せっかくだったら、まあ、初日がいいかなと思って。あと、そう、ドラさんのイベントとかも、あ、なるちゃんの生誕入ってたの意外と、あ、そう、なるさんの生誕祭はそう、この前のあの本当にっていうか、もう村山チーム、まあ違う、蔵野チーム4になったなってからのなるさんの生誕祭なんだけど、あの本当にあのなるさんのスピーチの部分が聞きたいだけ、あそこが本当に大好きっていうだけあれ、あそこのシーンをもう一回見たいなと思って、そのなるさんがその泣くの我慢してずっと喋ってたんだけど、もう途中でうーんってなっちゃって、そしたらファンの人がうーんっていうのが本当にすごいのっていうか、そこでもうそれがなんか、いや、生誕祭ってさ、その主役のさ、アイドルとさ、そのファンの人たちのちょっとなんか関係性とかが見えたりするじゃん。そう、だからなんかそのシーンですぐ、あ、なるさんとファンの方ってこういう感じなんだみたいな、すごいなんかファンの方が本当になるさんのこと大好きで、こうなんか頑張ってねって、ここなんか支えてあげてるっていうか、なんかちょっと うまく言えないんだけど、本当になんかいいなーと思って、素敵だなーと思って、でそのシーンがもう一回見たいなと思ってもう一回、そう、あそこだから、本当にだから私はもう多分その10秒間ぐらいだけ見れたらそれで結構満足なんですけどそう、なるさんの生誕祭すごい好きだったから入れてみましたという感じだ。あと明日ってか今日金曜日なんだよね。受けたわっていうか、そう、あれだ、明日名古屋新が出ます。最後の予想外のストーリーの衣装です。5枚目が可愛かったです、とっても。なので皆さん AKB、 あ、全部可愛いんですけどわかんない、クラスドキさん、花火ありがとう。まあ、全部のシーン可愛いんですけど、え、すごい可愛いんですけど、もう AKB 人生最後ですから、最後なので絶対ゲットしてください。お腹すいたな。そう、今日公演前にお弁当食べちゃってさ、
公演前にお弁当食べちゃって、それぐらいしか食べてない。お腹すいた。あ、勝新さん花火ありがとう、ありがとうございます。あ、生写真のサンプル見たけどとっても可愛かったです。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。お弁当美味しかった。唐揚げだった。うん、こんばんは、サムネイルコーナーお疲れ様でした。ありがとう、お見送りたくさん声かけてくれてありがとう。だってありがとう。今日の公演は本当に楽しかった、よかったです。ふと思い出した、私イカイカを持っているんだったわ。ソフトイカ燻製 22g 持っているんだったわ。食べちゃおう。あ、そう、みんなその産卵送ってくれたじゃん、メールのやつ。あれ私なんか、そう、なんかあのさ、予測変換でさ、その産卵って出てきてさ、あ、産卵より産卵の方が面白いかと思ってそっちの産卵にしたんだよね。そう、それででもなんかみんな笑ったみたいに言ってくれて嬉しかったです。うまうまえ、うまやばい、運動後だから塩分が染み渡るわ、染み渡るわって、まだ飲み込んですらないんだけど。まだあの飲み込んですらないんですけど、美味しい。あ、ツインテール可愛かったです。キラー、ありがとう、ありがとうございました。そう、イカはきっとカロリー低いですよ。あの糖質が、あれね、エネルギー50キロカロリー、タンパク質 5.9g、 へえ、脂質 0.3g、 糖質 5.9g。 シャキイカって美味しいよね。ソフトシャキイカっていうの、うまい。キャッチさんめっちゃ可愛い、ありがとう。村山動物園楽しかったです。来週も見てね。土曜の夜は村山動物園。番組にしてしまった。そう、動いた後なんで。でも今日顔むくんでたなと思って。いつぐらいから塩分みたいな抜いたらいいんだろう。7日8日3日間ぐらいさ、結構食べ物気をつけたらだいぶ相当いけるかな、分からんけど。だから789は全部かき氷にしたらいいんだよね。塩分取らずにかき氷を、もうほぼ水分ですから。かき氷結構良さそう。あ、そう、絵日記書きました。9月から絵日記、そう、8月は風鈴飾られてたじゃないですか。で、そう、9月はなんか去年も多分あれだよね、絵日記みたいな感じだったよね。その夏の思い出みたいな、夏の思い出みたいなイラスト、絵日記書きました。ぜひ見てください。結構うまく描けたから、みんな見てほしい。私結構、私のイラストって結構いい味が出てると思うんです。いい味が違う、なかなかいいタッチだと思うんですよね。知らんけど、みんな探してみてね。和弘さん結婚してありがとう。あ、かっこいい曲も皆さんの髪型可愛くてニヤニヤしちゃいましたね。でもこっちは真剣にやってますから、頑張りました。そう、絵日記、あ、よかったですって、嬉しい。もう絵日記だから、あれも誰かにプレゼントされるのかな、わかんないけど、忘れちゃった。そう、株主は9月で変わりませんでした。だからみんなが私の新しい株主を見ることはないわ、きっと。ピエン、私のだけ変えてくれないかな。私の写真だけ変えてくんないけど、お金はもういくらでも出すからさ、お金はいくらでも出すからさ、私の株主だけ変えてくんないかな。あれだって1年半ぐらい前なんだけど、髪染めてすらない、やばいよね。1年だって、なんなら2年前とかになるのかな。ピアン、
ピエンピエンね、そうわがまますぎる。いやでもお金払うってお金払うよ。のぶさんハートいっぱいありがとう。ああそれもでもデータっていうかそのあその何枚かこういいやつをチョイスしたやつをあのパソコン直撮りしたのがあって、ちょっと待って何月に、あでもあれか、あの時の写真が、あこの時あ予想外のストーリーの写真出てきたよ。このベルトすごい可愛かったんだよね。え、ベレー帽じゃん、めっちゃいいやんけ。あオカリナとのツーショット出てきたわ。あ結構いいと思うんだけどな。いや結構いい、結構いいと思うんだよね。でも生写真ってなんでこんな目ちっちゃく見えるんだろうな。わからないけど結構、いやでも過去一いいと思うんだけどな。まあまあまあ今の慣れ親しんだ会社もみんなの思い出に残っていると思うから、それよバコーンって。ちくわ豆腐さん金魚ありがとう、ありがとうございます。さっき言ったが、あ久しぶりの劇場館楽しかったってありがとう。もうこの前のサムネイル公演の話もしようと思ったけど今日の公演で忘れちゃったな。そうだ思い出した、ラブトリップのサビのさ、この1列目と2列目と3列目で振りが違うやつがあるんだけど、私劇場2列目なんだけど、サムネイル公演ね、サムネイル公演2列目なんだけど、コンサートが3列目だったの。これだからこのあれどっからだ、こっからスタートの人もいるし、こっからスタートの人もいるしみたいなで、普通になんか上なんか、ね、なんかあって、この前の一昨日のサムネイル公演の時は多分ほぼほぼ間違い、なんか3回あって多分最後の1回しか会ってなかったと思うんだけど、今日は出る前にゆりなちゃんに確認して出たからきっと会っていたはず。や会ってたよね、会って私ちゃんと動けてました。見れてた人いる？あミクロさん花火ありがとう。え卒業公演申し込んでいいのかね、だって、え誰かと思った、え申し込みなよ、申し込みなよとか言って、申し込んだら分かんない、予定が合えばとかだけど、え嬉しい、合ってたはず合ってたはず、よかった。ひょうかちゃんのダンスゆいりちゃんの次に好きですって、めっちゃ嬉しい。ゆいりちゃんの次ってすごくない？やった。あと昨日、あ皆さん755ありがとうございました。今日すごいあれだ、あもう755終わったんだってなる。なんかツイートしてさ全部その755にさURL 飛ばしてたから、あもうしなくていいのかと思って、じゃあなんかそっかーみたいな。でもなんか公演終わった後とかさ755でさ公演送ってくれる人も多かったじゃん、よかったよとかさ、そのオンデマ見ながらさなんかコメントくれる人とかもいてさ、そうだからあ755ないんだと思って、あじゃあツイッターとインスタだけかーみたいな感じで、まあこれからきっとだんだんと慣れていくことでしょう。755、そう皆さんありがとうございました。なんか私のえそう今日はーちゃんに聞いたら、そう私さそのトークルームからさ退出したかったんだけど、なんかここ
いや、あなたのメインルームなんで退室もなんか何もできませんみたいな言われて、え、なんでだろうって思ってはーちゃんに聞いたら、もうアカウントごと消すしかないんだって、そのもうって言われて、なるほどと思って、だから今度アカウント消したいと思います。アカウントごと消したいと思いますね。え、でもなんかすごい気軽なことがさ書けなくなってさ、悲しいよね、悲しいよねっていうかさ、なんかじゃあ今日だったらさ、え、9点の目変わり始まったとかさ、本当にくだらないこと、別になんかみんなからのリアクションも大して求めてない、でもツイッターに書くレベルのことではないつぶやきみたいなのあるじゃん、なんかそういうの書けなくなったから、おお、この気持ちはどこに書いたらみたいな、もうメールに書けばいいんだけど、あ、こんばんは、そうです。でも75返信いったから結構偉かったなみたいな、結構偉かったなと思って、ありがとうございました。でも返信あれだ、やっぱできない方もいっぱい、そうコメントくださって、みんなすごいなんかこれまでずっとありがとうみたいな、もう今日卒業するんかみたいな感じだったけど、すごいなんかいい雰囲気でさ、ありがとうございました。75に多分かぶってないと思う、ちゃんとメモったから、わかんない、もしかしたら昨日で2回変引用来たみたいな人ももしかしたらいたかもしれないけど、多分かぶってないはず、わからない、一応気をつけてはいたけどぐらいです。オレンジさん、くまちゃん、ありがとう、ありがとうございました。そう、こんな感じで、9点さ、カラコン買わなきゃいけないんだけど、ここ最近ずっとカラコン違うんだよね。待って、メモってる、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。っていうか卒業公演のなんかリハーサルのやつが届きました、嬉しい。くぅ、え、マジか、え、マジか、え、あ、そうなんだ、ありがとうございます。うん、あ、最後まんべんなく返信してて考えてるなと思ってたんだってすごい鋭い。でも75人だったから返せなかった人もいる、これはごめんね。何しようと思って私は携帯を開いたんだっけ、あ、思い出した、カラコンの何月何日何をつけたかっていうの一応メモってるんだよね。そしたらさ、その写真で見返せるじゃん、何月何日、あ、これつけてるんだみたいな見返せるから、一応その日のカラコンメモってるんだけど、何買おうかなと思って、かわいい、だって嬉しい、あずきパンダちゃんかわいい、ありがとう。 AKB の方なんですね。そうなんです、あと10日間だけ AKB なんです10日に卒業するんです。ピエン、かわいい、だってありがとうございます、優しい方だ。卒業公演であの名曲歌うのかな、だって歌います。ん、何の曲適当に答えちゃった。授業公演はあの曲とあの曲です。よろしく。あ、トパーズだ。トパーズの。迷う、なんかさ、髪色によってさ、
似合う、なんか元前つけた時は全然良くなかったカラコンもさ、今の髪色だったらえめっちゃいいじゃんみたいなのあるからさ、カラコンって一体どうしたらいいんだろうっていう。ちなみに8月で行くと、え、私コンサートの時のカラコン何だったんだろう、忘れちゃった忘れちゃった、コンサートの時のカラコン、忘れちゃった、いやコンサート、卒業発表、卒業なんかツートップがあんの、カラコンのこれとこれはもうめっちゃいいみたいなツートップがあるんだけど、卒業発表の時どっちかで、そのコンサートどっちかみたいなのに来た気がする。でもどっちがどっちだかさっぱり、さっぱり、どうだったっけ。みんな最近私が出たやつ、ちょっと待って、みゆぽんさんの卒業公演と23日の僕の太陽公演、あ、シンポジだった時だと、ルンバちゃんの卒業公演と今日のサムネイル公演、全部違います。みんなどの目が好き。ツイッターとか、ツイッターとか見た感じ、ツイッターとかオンデマとか見た感じどんな感じ。何の日、何日が好きだった、何日のやつが好きですか。何買おっかな、カラコンも毎回そのなんかさ、メガバリのたんびにさ、カラコンめっちゃ7、8、9箱ぐらい買ってるからさ、どんどん減ってはいるんだけど、この種類は増えていく一方なんだよね。気になるやつとかやっぱ買っちゃいたくなるからさ、つけてみようってなるから。善次郎さん金魚ありがとう。でもさ、写真で見るのとさ、オンデマで見るのとさ、実際に見るのとさ、全部違うからさ、やめてくれって感じだよね。どうしたらってなるよね。本当にわかる。あ、ステージ立たなくなったらカラコンつける機会も減るの。あー、減るかもね。減るかもねっていうか、減りそう。なんかちゃんとメイクする日あんのかな。いや、あると思う。さすがにあると思うけど、さすがにあると思いますけど。あ、髪色に合ってるような気がするから僕体の日のやつが好きだって。モラクの桜スモアだ。あれ結構ピンク味強いんだよね。結構ピンク味強いけど、でも今の髪色的に、でも合ってたよね、合ってましたよね。スーパーのぞみ2号さんありがとう。ミスターシェコージレスもレインボースターありがとう。お見送りの時は YouTube 見ましたって言った人でしたって、嬉しい、ありがとう。なんか、あ、待って、私さ、高評価してねってずずしく言ったよね。めっちゃずずしく言って、あ、高評価してねって言ったわ。あ、シャチさん、クマちゃん、ありがとう。ありがとうございます。あ、申し込んでいいなら権利復活しとくねだって。あ、二人公演のやつってことわかんない。権利復活って何の権利だろう、わからない。申し込もうって思ったら申し込んでいいと思う。いや、自分より他の人がって思うんだったら申し込まない方がいいと思う。卒業公演だから。わかんないけど。好きにしてみて。好きにしてみて。私は、どっちでもいいと思う。どっちでもいいと思うっていうか、みんなの好きなようにしてねって感じ。ああ、やばい。私がこの辺にペットボトル並べているの。バレたね、今の音で。ごめんね、許して。9点の目が悪い。え、でもアイシャドウ買っちゃおうかなと思って。でもなんかさ、いろいろ化粧水、なんか乳液、なんかオールインワンジェルとかさ、なんかいっぱい出てくるじゃん。肌に塗る、なんかあれなんて言った、シカクリーム的なやつ。これ塗っとけば肌きれいになったとかさ。なんかそういうやつとかさ、なんかいろいろ、なんかこのヘアスプレードライヤーの前にやるとめっちゃいいよとかさ、いろいろなんかそのコスメとはまたちょっと違う美容系のやつとかも売ってたりするじゃん。そういうのもちょっと買ってみるのもありかもしれないですよね。
と思っていて、でもまあカラコンとでも可愛いアイシャドウがあったから、まあ、クリオ、あクリオだったっけ忘れちゃったけど、クリオのやつか可愛いかもと思ってアイシャドウと、まあ、またなんかいろいろ YouTuber さんの動画とか Twitter とかで調べて、なんかいいなって思うのがあったらちょっと買ってみようかなっていうノリです。みんなもだから9点の願い12日間だからみんな12日間だから、で3日間ずつ、あ違う4日間ずつか、なんでこんな毎回9点のあれしてるんだっていう話なんですけど、そうあの4日に3枚その 20% 引きだか 30% 引きだかのチケットが3つ配られるんですよ。そうだから4日間で3つで12日間ってことは9個だ、9個のコスメとか欲しいものを結構割安で買えるっていう、メガ割ってマジですごいよね。でも誰もコメントしてくれなくなったから多分みんな興味ないんだと思う、メガ割ごめんね本当にマジでピタッとコメント止まったからびっくりしちゃった、みんなそんなに9点のメガ割興味ないのか、ごめんねごめんね。でもみんなも使えるやつもいっぱいあるんだぞ、ちょっとよくわからないけど、でもまあコスメがメインだと思うけど、めっちゃ笑ってる、あちょっとだけコメント欄が動き出したわ動き出したわ、あめちゃめちゃ興味ありますだってありがとうございます。ということで待って、今日話し残したことはないかしら、てかあれだ、今日集合写真さっきあれだ持ってくるの忘れ、なんだっけ、あそうさっき集合写真さ今日もらってくるの忘れて、マネージャーさんに連絡したら、あじゃあ1枚確保しておきますねって言ってくれた、ありがとうございます、ありがとうございます本当に、うんそう優しいマネージャーさん、優しいマネージャーさんだけどなんか大丈夫かな、なんか最近本当に働きすぎている気がする、最近働きすぎている気がする、なんかスケジュールもそのマネージャーさんが送ってくださる感じになったっぽくて、スケジュール送信するのって結構大変なんだよ、大変なんだよっていうかこう何それぞれさ、じゃあメンバーわかんない、まチーム4全員なのかな、わかんないけどチーム4今何人ぐらいいるんだろう、十何人か、まあそんぐらいいるじゃん、全部バラバラのスケジュールをさ毎日夜に送んないといけないの大変じゃない、でしかも普通の自分のマネジメントのやつもあってさ、それプラスさスケジュールっていうかスケジューラーみたいなさ、えみたいな、本当にと思ってびっくりしちゃった、働きすぎないでください、働きすぎないでくださいっていうか、働きすぎないでくださいマネージャーの皆さんマネージャーの皆さん大丈夫かしら、本当にお腹空いちゃった、ちょっと目薬刺そうかな、でも今日のカラコン可愛いよね、毎回結構なんか私さ毎回そうなんとなくっていうか、あ今日つけたいかもみたいな、あこれ最近つけてないかもみたいなカラコンをいつもね、で公演の時はそうなんかそのカラコンケースのところから2つ3つぐらい選んでいくのよ、2、3種類ぐらい、何ベージュ系とかさブラウン系とか、あ縁やりも一応持ってっとこうみたいな、そんま家でも前日とかにあこれとこれ選んでポーチに入れといて、まあ、当日何の気分か分かんないから、まあ、それ入れといて、でも当日も結局よく分かんないから結構あれだ、オカリナに決めてもらってる、どっちがいいと思うみたいな、カラコンどれがいいかなみたいな感じで選んでもらっています。だから今日もオカリナに選んでもらいました。おおいいねいいね、今日のツイッターとかで分かりやすい写真あったかしら、あんまりだったかもしれないけど、あツイッターだと、あでもちょっと分かりやすいかも、
ちょっと分かりやすいかもっていうか、ちょっと細い縁やりみたいな感じのやつ。かわいい。これなんかの時も、あ、分かった。あのさ、黒いワンピースで、あのお話し会参加した時あるじゃん。あん時のカラコンと同じです。縁あり、細い縁あり。え、でもこの色結構好きなんです。実はなんか縁ありだけど、あんまりなんかこうギロッとしないというかね。わかる。カラコンは気分と服装で選ぶね。そう、あ、緑の服だったら緑のカラコンにしようみたいな、青の服だったら、あ、青にしようか。わかる、すごく。そう、オカリナは結構いつもあの重要な役割を担ってくれています。まあ自分、まあ何でもいいからさでもないけど、あ、どっちでもいいなってなったら、どっちがいいと思うって聞いて、結構あの3秒くらいだいぶ悩んでくれる。短い時間だけど結構悩んでくれる。こっちみたいな。結構悩んでくれる。で、すぐ即決してくれる。いい人。いい人って感じ。うん、カラコン今切れてるから買わなきゃなんて。カラコン9点の目代わりで。買いましょう。え、待って、本当にお腹空いちゃった。でも私にはもうイカも何も残されていないし、何もええやつやね。ええやつやね。そう、3秒ぐらいね。あ、待って私たまたまもらったハギの月があるやねん。やった、食べちゃおう。今日本当に何にも食べてないしな。オッケー。え、天丼あるだって。やばいね、重たそう。やった、萩の月だ。萩の月って宮城でしたっけ、どこだったっけ。あ、食べなだって。やったー、やったー、ありがとうございます。萩の月美味しいよね。なんかこういうさ、なんか有名だけど、なんかあの白い恋人みたいなさ、たまに食べれる有名なお菓子ってめっちゃ嬉しいよね。なんかその、じゃあ北海道行ったってなりました。本当になんか変化球のお土産とかいらないから、もう白い恋人だけでいい。もうそのレベルで、なんかさ、こういうなんか萩の月とか、すごいよね。すごいよな。あ、善次郎さん、金魚ありがとう。公園帰りに焼き鳥買ってビール飲んでました。焼き鳥って超美味しいよね。焼き鳥の写真、あれだ、ストーリーに載せたけどさ、焼き鳥って美味しいよね。特にネギマ。あ、高めツイン可愛すぎて声出ました。ありがとう。もう人生で最後だなと思ってやったわ。うわ、いい匂いする。いい匂いす、え、こんないい匂いだったっけ。顔をうずめたい。もうなんか大きいバージョン作ってもらいたい。バフってしたい。金城さん、ハートありがとう。確かに萩の月通りもんね。確かに、あ、博多行った友達お土産で通りもんくれなかったら切れるかも。え、通りもんはさすがに切れないけど、通りもんいいよね。あ、仙台だって。仙台だ。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいです、とっても。待って、9月入ったってことは私、マジで忙しいかもよ。どこだっけ？これと、これだ。あにゃ。あ、これだ。ちょっと待って、
え、やば、え、本当にやばい、私本当になんかいいね、でもいい AKB の終わり方かも、終わり方かもっていうか、忙しくて忙しく終わるっていういい感じかもしれない。ありがとうございます。シャツさん結婚してありがとう。え、通りもんよりめんべい派、マジ？あ、甘いのよりしょっぱいのが好きってことか。え、755なくなっちゃったからキョンさんに言いたかったこと何も伝えられませんでした。だってインスタの DM で送ってよ、今送ってよ、見るよ今いや私あれだ、なんか承認みたいなしてないからさ、承認みたいなしてないから記録みたいなついてないと思うけど、え、マジで全部見てるからね。ありがとう、ありがとうございます。いっぱい送って、でもすごい、確かにめっちゃ来てるかも。え、すごい、かき氷のやつにあれだ、コメントくれてる。あ、東京住みたくなります。だってすごい、私の力で東京に住みたい、東京都民になりたい人が一人増えてるよ。すごくない？すごくない？都内のかき氷屋さんいいなって。めんべい意外と辛いのびっくり。え、わかる、めんべいさ、初めて食べた時さ、結構辛くてびっくりしちゃった。あ、ありがとう。なるほどね。あ、夜行、あ、夜型人間なので京香ちゃんの深夜の755のつぶやき見られなくなるの悲しい。え、結構そうだよね。ツイッターの裏垢作ろうかなツイッターの、でもさ、ツイッターの裏垢よりやっぱ755の方が見やすいじゃんね。見やすいじゃんね、そんなのね。みんないっぱい DM ありがとう。あ、そう、そういうことです。これからの10日間は DM 送りまくってくれればいいですDM いっぱい送ってください。深夜の755更新意外とタイムリーに見て楽しんでたんだよね。すご、結構すごいぞね。そう、755って見やすいよね。なんか本当になんか終わってみるとっていうかさ、これ終わるタイミングでしかあれだけど、本当に結構いいアプリだったよね。こんなにイカも食べて、ハギの月も食べて、まだなんならさらにお腹が空いてしまった。ビエンすみません、あの閉鎖空間で生き生きしてるのが良かった。だって私のこと、お互いにってことお互いにってことでいい、うん、本当にいいよね。え、本当にそう、亡くなってから存在の大きさに気づかされたね。本当にでも755って、そう、なんかでも亡くなってみてさ、そう、今日もさ、はあちゃんとかあやみんちゃんとさ、え、そう、無意識って755開いちゃいますよねってめっちゃ喋ってた。755良かったよね。本当にね。え、そう。本当に限られてるじゃん。限られてるよね。本当になんか、ファンの人しか見ないからさ、平和だったよね。あんまり嫌なコメントしてくる人とか全然いなかったから、本当に755って治安がいいよね。すごい
すごい。え、花火職人57位になってる。知らない間に。悲しい。前まで50位だったのに。やばい。てか最近かかとの皮めっちゃ厚くなってるんだけど、どうしたらいい？かかとの皮めっちゃあれなんだけど、なんか削ってもらったり、なんかさ、釜みたいな、釜なんかすごい、なんかさ、めっちゃかつお節みたいなさ、めっちゃなんかやってくれるとかあるで、なんかビローンってやってくれるとか、ああいうとこに行けばかかとのこの削ってくれるのかな。うん、あれさ、身長縮みそうじゃない？身長縮みそうだよね。のぶさん、花火ありがとう、ありがとうございます。あ、755好きなメンバーとそうでもないメンバーとは割と二極化されてる。まあでも好きじゃないメンバーは自然とこうどんどん更新しなくなってみたいな感じだよね。私は好きだった、結構私は好きだったっていうか、全然後半とかそんなめちゃめちゃ引用してますみたいな感じじゃなかったけど、本当になんか個人の ツイッターに書くまでもない本当にくだらないことしか書いてなかったけど、結構好きでした。山さん、ハートありがとう。バイク小僧さんも金魚ありがとうございます。うまい、萩の月ありがとう。明日かき氷食べたい。今明日めっちゃ、でも違う、この配信終わったら私は YouTube の編集をマジで終わらせないといけなくてっていう感じだから頑張る。今日金曜日でしょ？金曜日なのか。みんなもやんなきゃいけないことある人います？でも金曜日とか一番疲れてるよね、きっとね。わからないけど。あ、で、そう、ちょっとした情報とかが聞きたいこととか書きやすかった。本当にね、書きやすかったよね。みんなも絶対 PM。 あ、きょんちゃんの返しが面白くて好きだったな。ありがとう。なんかでも結構意外と、でも私755さ、755も意外と5年ぐらいやってたのかな。そんなやってない。5年はやってないか。4年半ぐらいは多分きっと最低やってたよね。 YouTube 楽しみにしてます。ありがとう。昨日上げた YouTube マジで見て、本当にいい動画だから。あ、きょんちゃんのインスタ見てリコッタ気になってるけどシステム難しそう。全然インスタからただ予約してその時間に間に合うように行くだけ。マジで美味しい。本当にリコッタのかき氷本当に美味しい。感動する。本当に食べてみてほしい。くぅね。うん、そう、わかる。755に公演の感想を書こうとして、あ、昨日で終わったんだって実感ね。本当にね、こうやってどんどん笑った。清香ちゃんのアフォーのコンサートの動画見て朝から号泣しました。だってやった、良すぎた。だって水分補給。リコッタ行ってみて。本当に行ってみて。リコッタが一番好き説ある。でもなんかに、あ、さっきもなんか二押しみたいな、さっき、あ、カラコンか。カラコンもなんか結構ツートップ貼ってるのあるんだけど、そう、かき氷屋さんも、そう、リコッタさんと飯田橋のそのリコッタさんと神保町にある自然っていうお店が、そこが本当にどっちも美味しくて、でリコッタが予約制なんですよ。予約制だから本当に自然は結構並ぶんだけど、だいぶ並ぶんだけど、リコッタは本当に時間決まってるから、あ、これまでに行けばいいやみたいな感じで全然並ばなくて済むから、リコッタの方が結構なんか行きやすいというか、予定に組み込みやすいというかみたいな感じで、リコッタでも本当に美味しいんです。行ってくださいみんなそう、いい意味でかき氷の概念崩れるお店。本当にそれ。そう、かき氷の開拓はね、あかりとセナタンと行こうかな。あかりとセナタンかき氷。神奈川はね、全然行ったことないんだよね。1店舗だけしか行ったことないから。
確かにお話し会とか劇場公演の申し込みしてるオタクファンの人からしたらでマジで簡単、超絶簡単、メアドとか打ち込むだけです。メアドと電話番号と名前と何人かみたいなで予約するだけ、はい終わり。天才。でもすごい、私すごい店主の方すごい好きでさ、すごい好きでさっていうかもうなんかあれが、そしたらツイッターフォローしたからかな、もともとインスタだけフォローしてたんだけど、そツイッターフォローしてしたらなんかいっぱいリプとかさ、いいねとかくださるようになって、そっからインスタとかでも DM したりとかなんだけど、店主の方がすごいいい方なんだけど、いい方なんだけど、多分結構厳しい方っていうか、そなんかあのあんなんか良くないお客さんとかが来た時にそのなんか文句言ってくるとか、なんか理不尽なこと言ってきたりするような人とかにはあのインスタのストーリーとかでもうあの来なくて大丈夫ですみたいなのを普通に書くのがめっちゃいいと思ってそういうとこ好きなんだよね。そういうなんかもう来ていただかなくて大丈夫ですみたいな、今日暴れたお客様もう来ていただかなくて大丈夫ですみたいな、しびれるみたいな、そういうとこが好きなんですよね。でも本当に優しい。ツイッターも毎回いいねくださって、そう態度が好き。でもそれでいいと思います、それでいいと思いますっていうか、全然。羽山さん花火ありがとう、かいくん金魚ありがとう。でそのなんかお店の女の子、暴れるではないけど、お店の女の子にポルノグラフィティさん好きな方がいらっしゃって、結構店内ポルノ流れるんですよ。嬉しいってなっちゃう。そう DM でポルノの話したもんっていうか、めっちゃ DM の内容バラしてるけどさ、なんかなんだっけな、そうポルノの話、店内でポルノ多いですよねみたいな、そう女の子がそう好きで結構多めに入れてますみたいな。ロッキンのポルノ行ったらしいよっていうか、たまたま1日目あじゃあなんか結構多分バンドっていうか多分 J-POP がお好きなのかな、きっと。それで毎年ロッキンのどっか多分何日間かあるじゃん、でどっか1日だけは行くみたいなのを決めてらっしゃるみたいで、それでチケット取って、そしたらたまたまそうポルノがその日出たんだって、だから見れましたって言ってた。羨ましいですって送った送りました。和也さんバラありがとう、バイク小僧さんも金魚ありがとう、ありがとうございます。いやすごいよね。そうそんな感じで、リコッタは本当に美味しい、マジでしょっちゅう行っている、マジで多分私と会える確率ナンバーワンだと思う、リコッタ行きすぎている。4月のコンサートの時とかマジで毎日行ってた、びっくりしますね。じゃあランキング読もう。13位ジップさんありがとう、12位天野さんありがとう、11位ピースさんありがとう、10位さゆきょんありがとう、9位がかいくんありがとう、8位かずしんさんありがとう、7位がみくにあじじろうさんありがとう、6位のぶさんありがとう、5位オライジェさんありがとう、4位ミスターシャコジレさんありがとう、3位がわだまちさんありがとう、2位がわさびいろさんありがとう、そして1位がシャチさんです、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。楽しかったです。私はこの配信が終わったら一目散にカラコンを撮りたいと思います。カラコンを撮って YouTube の編集、でもまあパッと私が変なこだわりを見せなければ秒で終わるから。ありがとう、いっぱいコメントありがとう、めちゃめちゃ嬉しかったです。だってありがとうね、みんなありがとう。今日も一日お疲れ様でした。今週も1週間、金曜日なんだね、気づけばいつの間にか。インスタもいっぱい載せたい写真もありますし、載せたいと思います。みんなおやすみなさい、またね。ちいかわ戦争行く人、共に戦いましょう。共に戦いましょう。ちょっと近くのお店何時から始まるかちょっと見ておかないといけない。
頑張る。並んでんのかな。並びます。でもだって田舎で30分並んだってこの前コメントくれたからな。いやーでもモモンガのグッズ欲しいしな。ちいかわのあれだ、オフィシャルショップみたいな、オフィシャルショップ的なやつも見てみようかな。モモンガのなんか可愛いライトが出てるんですよ。可愛い。ちょっと誕生日プレゼントということで買ってしまうかもしれません。じゃあおやすみみんな。またね。バイビー。もう水が、もう私には飲む水がなくて。ひもじい。とってもひもじいです。お腹すいた。なんか食べたいと思います。あ、ありがとう。またね。まだね。意外と秒数であるから。もう何も話すことがないですが。